アタゴトンネル有料道路は、山梨県甲府市に、かつて存在した、有料道路である。1977年共用開始、1996年無料開放。甲府市東高寺町と同市元高屋町を結んでいる。昭和40年代、甲府都市圏は増加する車の通行量に、既存の道路整備が追いつかず、甲府市街地を東西に貫く甲州街道の、 バイパス機能として1971年に道志南部を迂回する甲府バイパスが建設強用されたが市街地に接した北部山徳地域を東西に結ぶ幹線道路はなく山梨県により甲府駅北側の武田地区と道志東部の横根町を結ぶ区間約 3km が山梨県道6号甲府にら崎線の分岐延長路線として建設された この区間の内あたごさんの直下を貫くトンネル部分が1977年に一般有料道路として供用された。用地買収の遅れから開通当初はトンネル東側の海吉清水寺北側の交差点までしか供用されておらず、山梨県道109号善光寺線を経由して旧甲州街道善光寺入り口交差点と連絡する変則的な供用であったが、数年後には 東側の坂折地区区間が完成し、甲府盆地北部の東西方向の移動は、格段に便が良くなった。共用開始から13年後の1990年には、トンネル内の排気ガスを排出するために換気設備が設けられ、1996年3月に営業終了、無料開放された。同トンネルを含む県道6号甲府にらさき線は、北バイパスと呼ばれ、 甲府市内区間は現在山の手通りという愛称が付けられている。料金所跡地の路線バス停留所。ありがとうございます。